どうやったら人の役に立てるだろうどうしたら人助けはできるだろうそんなことをずっと考えてきました。僕は人に自分の考えを発信して人の解釈を増やしたり人の考えの幅を広げたりとそういったことをして人の現状を良くするというコーチに憧れてきました。なので そうなりたく、僕は YouTube で魔剣術の発信をしています。かとちゃんと申します。今回は、京都競馬ブログというタイトルで、この動画に出会ってくださった、もう何千万分の1という確率で出会ってくださった、あなたに本当に感謝しています。ありがとうございます。今回は、そんな行動力のあるあなただけに、特別に、なぜかメディアが公開しない、マルヒバ剣術。 についてお話をしていきます。これを理解していないと、うん、あなたは、週末に、えー、ツイッターやインスタグラムといった SNS で、馬券当たりましたという人の投稿を見て、いいなぁと、ただただ、悔しい思いをして、見ることになってしまいます。競馬場や場外馬券場に行った時は、よしよしと、周りに馬券を当てて喜んでいる者がいる中で、あなたは、自分の外ずれ馬券と、 ゴール後に映る、あのモニターに映るゴールシーンを、えー、悔し曲げに、えー、何度も見えることになってしまいます。そんなことで、自分にもっと馬券を当てる才能があったらな、そんな風に、夜に一人で悩むことになってしまいます。でも今回の内容を理解していれば、あなたは、周りが外している中でも、あなたは馬券を当てることができるため、好きな人や大切な人に、馬券師かっこいいと、そんな風に賞賛を受けることになります。うん。 そして、週末から、その馬券で、当てた収益で、好きな人、大切な人と、えー、高級料理店に足を運ぶことだってできるんです。うん。そうなれば、えー、ワインを片手に食事をしているときに、あなたの大切な人は目を真っ赤にして、ありがとうと、そんな風にあなたに感謝してくれること間違いありません。では、そうなるためにどうすればいいのか。それは、下記の動画説明欄を開くことです。 そして、その中にあるブログリンクをクリックしてください。ここには、僕独自が発信、僕が発信しているバケン術の全貌が載っています。この動画でその全貌をお話ししていないのはなぜかというと、ここでお話をすると、とても長くなってしまうため、あなたが聞くのは大変だと思ったからです。なので、ブログにて発信をしています。このブログは、僕独自の無料電子書籍付きバケン術ブログとなっており、 え、もうすでに1200人くらいの方が、えー、受け取ってくださっています。えー、改良に改良化され、も1200人ほど、ほどが受け取っています。えー、その中から受けいただいた声だと、えー、もう本当に正直怪しいと思ったし、まあ、そんな上手い話があるわけないと思って、まあ、遊び半分で登録したんですけど、内容を見て、えー、そんな風に思ってしまったことがごめん、申し訳なく思いましたって言った、ったメールも来てます。まあ、そんな風に謝る必要はないんですけど、別に。えー、でも、えー、本当に、まあ、役に立つ、 人もいるという、もう実績ある、えー、ブログになりつつあるので、皆さんのおかげでなりつつあるので、ほんでこの動画を見てくださった、えー、あなたもぜひ受け取ってほしいなと思っています。えー、今回の、えー、動画は、えー、僕とあなたの欲望の投下効果だと思っています。僕は、えー、人に自分の考えを伝ええーあら、人の現状を良くするという願いを叶え、あなたは今を何とかしたいという望みを叶えてください。そしてなぜ今受け取るべきなのかというと、 えー、この動画を見て意欲が高まっている今が、えー、馬券術が頭にインプットされやすいタイミングだからです。あなたにとって一番いいタイミングだからです。なので、えー、ぜひ、今すぐ、えー、他の人に遅れを取らないように、あなただけが、えー、今のまま馬券術を、えー、身につけずに、まあ、なかなかうまくいかないなといって悩み続ける、 っていうのは僕も嫌なんで、えー、ぜひ動画を見たら今は受け取ってください。えー、書きのブログ、書きリンクのブログよりお待ちしてます。えー、それでは本当にありがとうございました。失礼します。